まして、それについて答えていきたいと思います。質問がですね、得意なことを将来生かしたいんですけど、得意なことはあるけど好きなことが見つからなくてどうしたらいいですかっていうコメントなんですけど、僕なら好きなことを、新しい好きなことを見つけるっていう考えを僕はすると思います。新しい好きなこと意外と皆さんの身近にあって、そういうのを見つけていくのがいいのかなって思います。好きなことから得意なことに変わっていくっていうのもあると思いますしね。だから僕は好きなこと、得意なことよりも好きなことに重点を置いて考えてみるのがいいのかなって僕は思います。僕にも好きなことを見つけます。例えばそれは本当に何でもいいんですよね。新しいことにチャレンジするっていうのが一番の答えなんですけど、新しいことっていうのは本当に何でもよくて、例えばアルバイトをしてみるとか、新しいサッカーチーム入るとか、新しいフットサルチームの練習参加に行くとか、今みたいに YouTube を始めさせてもらうとか、猫が好きだから猫がいるバイト先にアルバイトを探してみたりとか、僕はやってみたりしました。もしその中でね、僕があんまり好きじゃないなって思ったら、僕はもうすぐに辞めます。多分辞めると思います。でもそれでいいと思うんですよね。だから質問をくれた方も、新しいことにチャレンジしてみて、でももうその過程の中でしんどくなったなって思ったらすぐに辞めていいんですよね。あなたの人生ですから、好きなように生きていいと思うんですよね。僕は法律に触れなければね。新しいことにチャレンジしてみるっていうのが僕の答えです。そこで一つだけポイントがあるんですけど、新しいことにチャレンジするときに必ず楽しむことを僕は一番に考えてほしいなって思いますね。楽しんでやって、必ずなんかで途中で失敗してしまってもやめてもいいんですけど、全然やめていいんですよね。でもその中でやっぱりミスとか失敗とかうまくいかないことって必ずあるんですよね。そういった時になんか後ろ向きな気持ちになるんじゃなくて、そういった時こそ楽しんで笑顔でやってみてください。それでもしんどかったらもうマジですぐにやめていいんですよ。すぐにやめていいんですからね。そうやって新しいことにチャレンジしてみてください。で、新しいことにチャレンジするときに楽しい気持ちを忘れないっていうのが僕の答えですね。好きなことを見つけて、その好きなことを好きだからいっぱいやって、いつかね得意になっていくこともあると思います。逆もまたあると思いますよ。でもね、僕はそうやって考えてみますかね。質問をくれた方と一緒で全く同じ気持ちなんでね。だから僕がアドバイスをするというよりかは、質問をくれた方と一緒の立場なんで
談したいこととかあればコメントで書いてくれたら全然動画でお答えしますね。質問コーナーみたいな感じでやってみたりとかもしますよ。でもあれですよ、個人情報とか書いたコメントは絶対しない方がいいと僕は思いますので、やんわりとした説明でお願いしますね。頑張って僕なりに答えお答えしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。いっぱいたくさんコメントくださいね。余談なんですけど、僕はね、最初あの ASMR がねすごく嫌いだったんですよ。なんかゾワゾワするし全然好きじゃなくて、でもその時って ASMR 流行ってたんですよ。だからたまたまおすすめで流れてきて YouTube にね、でちょくちょく見るようになって、それでいつの間にか虜になってめっちゃ大好きになってました。とか僕 YouTuber さんで一番好きな方がコムドットさんなんですけど、最初めっちゃ大嫌いだったんですよね。めっちゃ失礼なんですけど、でもね、最初はね TikTok から入っておすすめで動画が流れてきて、ちょくちょくまた見るようになって少しずつハマっていって、今ではもう一番大好きな YouTuber さんになってます。なんでこの2つの通してるのは、愛嫌いだったものが大好きなものに変わっているっていうことなんですよね。本当にそれって素晴らしいことやなって僕は思ってるんですけど、知らなかったことがやってみたら好きになってみたりとか、興味が湧いてきたりとか、なんか大好きだったものが余計に好きになったりとか、無関心だったものがめっちゃ好きになったり、僕みたいに大嫌いなものが大好きになってたりとか意外とするんですね。でそれは皆さんの近くに必ずあるんですよね。だから僕はそれがやりたい、将来したい仕事につながるかもしれないなって思ったので、僕の考えをお話しさせてもらいました。ちゃんと答えになってるかどうかは分からないんですけど、でも本当に自由に生きていいっていうのがね、最終的な答えになります。無責任なんですけど、でも本当にそれが全てなんですよね。あなたがやりたいことをやっていいんですよね。やりたいように生きて自由に生きてみてください。もね。